夜桜と飯直助造家門山公園は神奈川県横浜市西区にある公園。横浜港未来21を見下ろす高台にあり、園内には横浜開港に関わった飯直助の銅像が立つ。桜の名所としても有名である。江戸時代までは海に面した高台で不動産と呼ばれていた。明治初期新橋駅横浜駅間の鉄道開通に、 携わったエドモンド・モレルなど外国人鉄道技師の感謝が立てられ、開通後も鉄道用地として利用していたことから、鉄道さんと呼ばれた。1884年に旧彦根藩士が買い取って、いい家の所有となり、1909年、横浜開港50年記念に、いい直介の銅像が混流された。除幕式には、いを開国の恩人とした銅像の建立就に反発し、 山形有友、伊藤博文、松方正義、井上薫は欠席した。以後、直助の官位である、家門頭から、家門山と呼ぶようになった。1914年、飯家より横浜市へ寄付され、家門山公園として整備された。第二次世界大戦中には、政府の金属回収指示によって銅像は、取り払われたが、1954年に、 開国100周年を記念して横浜市が再建している。園内には約200本の桜が植えられ、1996年には公園の一角に横浜の音楽堂が建設された。園内に立っている E. な直すけ像は1909年6月26日に竣工した。もともとは記念碑を混流する計画が1881年に、 発揮されたが、1903年に至って、銅像混流に変更された。春工と同年の7月11日14時半より、除幕式が行われた。高さは一畳二尺で、正四以上左この絵建修上の清掃をしている。原型作者は、工学士の藤田文蔵、鋳造者は、岡崎幸子へ。第一は、工学博士の妻木頼中の設計で高さ二畳二尺。 1923年の関東大震災では、東海を免れたものの、振動で南に25度向きを変えた。銅像部分は、1943年に、金属回収によって撤去されたが、戦後の1954年に再建された。1954年が、横浜開港100周年にあたることから、記念行事の一環として、銅像を再興する動きがあり、神奈川県、 横浜市、商工会、さらに市民の協賛を得て計画が実行に移された。前年の12月、実行委員会は、ほどがやくて、新しい銅像は、1954年5月20日に、完成し、据え付けられた。台座部分は、2012年3月28日に、横浜市認定歴史的建造物に認定された。神奈川県横浜市西区も短岡57。 田村康春、横浜加門山公園、井伊直介銅像混流をめぐる紛争と事件の、天末、郷土神奈川47号神奈川県立図書館、2009年2月28日、7ページ。門川日本地名大辞典14神奈川県、門川書店、1991年9月、299ページ。ISBN40 億4 1 1406。 西区の根弱、編集委員会、物語西区の根弱7月2日、発行、西区観光協会123ページ横浜市、横浜復興市、第3編3月31日発行、横浜市133ページ西区の根弱、編集委員会、物語西区の根弱7月2日、発行、西区観光協会124ページ横浜郷土、研究会、 横浜歴史散歩7月8日発行。1977年11月書いて71ページ。田村康春。横浜家門山公園。井伊直介銅像混流をめぐる紛争と事件の。10月2月28日発行抜きずり12から13ページ。ありがとうございます。